まだだった。メール取りました、ありがとうございますミオジは佐藤だけどねって誰も言ってくれないじゃん。お、待って。おお。来た。温まってきた気がする。入れようかな。いいね、エプロンで握手会って。でも洗うとさ、これを今日着れないわ。さやばし持って握手会行こうかな。ありがとうございます。刺さっちゃう。くす、くすくすって。ウケる。沸騰したかな。沸騰の度合いがよくわかんない。もう入れちゃおう。入れまーす。茎が30秒だっけ。わかんない。遠いんだよね。でもこっちの方にするといろいろ映っちゃうから。うわっ、緑の匂いがする。めっちゃ緑の匂い。くさくさいっていう意味ね。ダジャレが、なんかあれみたい。ちっちゃい時遊んでた草の匂い。それを食べようとしてるなんて。待って、入んないよ。あー、曲がっちゃった。あれが足りないんだ、水が。一旦これが終わったら入れよう。意外とあれなんだね。ほうれん草の匂いがする。イエーイ、キューって言った。ほうれん草の匂いがする、イエーイ。ほうれん草大事だから待って、みんな。もうちょっとこれぐらいでいいのかな。茹でる時間どれぐらい茹でたらいいの。1分とかって言ってたっけ。測ってないや。まあいいや。いいのかな。よし、よしとしよう。一匹。本当だ、緑の色が出てる。二匹。
昔さ、お母さんにお弁当何がいいって聞かれた時に、遠足にね、私ね、いつもね、のり弁とほうれん草のおひたしとウインナーと卵焼きって言ってたの。めっちゃ好きだった、それが。卵焼き、砂糖派、あと何なんだろう、時間出ないよ。高速炊飯、高速じゃないよ、遅いよ。ちょっとお次、おチビたちから行こうか。うん、唐揚げいいよね。でも一人暮らしって揚げ物作んないじゃん。だからさ、実家帰ると何が食べたいって聞かれると絶対揚げ物言っちゃう。そういうとこある。まだ一回しか書いてないけど嘘つきあ、声いつ治るんだろうね。自分の声がどうなんだったか忘れちゃったなんか普通にどんな声だっけ、これだっけ違うよね。でもこの声の方が特徴的でいいかなって思ってる。あんまりさ、特徴ないからさ。おうち、もう一本入れちゃおうかな。入るよね、入れよう。私お母さんの唐揚げがいい全部なんかもう本当にお母さんが作ったものがね、割と何でも食べれる。嫌いなのもあるけどすごい緑になってる。緑色の氷とか作れそうね。ついちゃった、ほうれん草。ほうれん草味の氷、菅原さんにプレゼントしよう。そしたら氷食べてるから。イエーイ、一匹。はい、2匹。あー、くっついちゃった。3匹、4匹目。ちょっとしなしなになっちゃったね、今回。次は頑張ろう。ラスト2本です。スクショタイム。取れた？よし、水垂れてきた。ほうれん草の汗が、ほうれん草の汗が垂れてきた。臭い。いいね、一日一草。オッケー、ツイッターで探すね。大草原ってつけといて、ハッシュタグ。あー、いい香り、ほうれん草も。
ほうれん草だ、美味しそう。お味噌汁にもいいよね、ほうれん草って。お味噌汁っていうか、なんだろう、お吸い物、お吸い物。さっきからさ、ほうれん草がお湯に入れてさ、キューってなってるのかと思ったら炊飯器だった。騙された。いいよね。もういいかな。イエーイ。わあ、めっちゃ食べたいほうれん草、早く。よし、水で洗いましょう。やばーやばい、なんかほうれん草の触れた感じ、プリンの鼻みたい。なんかミニチュアダックスフンドの鼻に似てる鼻みたい、お鼻みたい。じゃなくてつけるの？つけとく？浸す？ここでもう浸す？切っていいのかな？もうどうなんだろう。取るだけ。あ、じゃあいいのか。四角いタッパー買った方がいいわ。丸いのしかない。これめっちゃおすすめ。ご飯入れるやつ。穴がね、開いてるんだけど、ここに見えます。これおすすめ。こういうやつ。ご飯のやつ。ご飯以外のタッパーこれしかないから、これに入れよう。とりあえず切って水分取って、でと、でいいのかな。足りんかったらこれ召喚しよう。一旦こっちに。さあ、この穴が開いてるご飯用のタッパーめっちゃいいって言ったら、お母さんが実家でも使ってた。早い。一回分ずつ、確かに包丁
よし、じゃあ切りますか。いっか、もうこのままいくね。お尻を切って、どうやるのがいいかな。半分、これじゃでかいか、でかいかな。5等分にする。5等分にしよう。あー、爪切っちゃった今。どうしよう、一回お皿に避けてゆっくりだよね、本当に思ってる。それは私も。マイペースだから。ああ、よし、お皿に避けるね。君ここめっちゃいい感じじゃない、ほら見えますか。もうお塩はしまうね。バイバイお塩。本当にマイペースになった昔からか。1、これ6等分だね。わあ、意外と量がある。もう半だ。ちょっと巻いてこう。おちびは2つでいいか。2人で1つみたいな。そうそういうこと。ああ、これはだよ。なんかまだ同時いっぺんにできないんです、私。申し訳ない、遅くて。でも安心して見れるでしょポジティブポジティブ。やばー、やばい、美味しそう。
前髪が荒ぶってる今日。なんでだろう。そうか。一気に全部切って分ければよかった。6等分すればよかった。あとで。次からそうしよう。よっしゃー、来た。そしてこの子たちの水分を切る。切るの？真ん中に置いて持てばいいかな。こんな感じでいいですか？ぺったんこなっちゃった。しよう。多分。いや、あと3分で炊けるって早っ。いきなり時間表示してくるのやめてほしい。そこが高速なのかな。どういうこと？どういうことだろう。できた。一本。新しいの出した。はい。ちっちゃい頃ね、キッチンペーパーのさ、使い終わったやつをさもらってさ、お母さんによくプリンと遊んでた。仲良しだから。プリンちゃん、懐かしいな。プリンちゃん最近会ってないからな。いつ行けるんだろう。
プリンちゃんはね、だってもう15年目だからやばいよね。2003年生まれなんですよ。炊けちゃった？保温しといて。よし、順調順調。これタッパーに入れんくてもさ、ラップしたらさ、袋に入れとけばいいかって思った。入れたけどタッパーに。ああ、よし、これで。おいしそう、ほうれん草。今日さ、そのスーパーに行ったらさ、ヨーグルトめっちゃ安くてめっちゃ買っちゃった。そういうとこだよな、節約って言ったのに。ヨーグルトに負けた。食べればよし、オッケー。これで、じゃあこれをこれに入れて冷凍しようね。冷凍します。バイバーイ。よし、じゃあこの子をこれで足りるかな。足りるよね。ここに入れて、醤油につけるのかな、わかんない。つけとこう。あ、この子の水分切るの忘れてた。そう、この時間に料理。本当はさ、もっと早い時間に食べようって思ったのにさ、やらかした。ご飯食べないどこ炊いたけど食べないでおくね。私ご飯お腹空いてると機嫌悪くなっちゃうから食べる。ほうれん草とお魚は、ほうれん草とお魚だったらいいかなってちょっと思ってる部分がある。醤油
醤油どれくらいだろう。まあいっか適当で。どうやってやるの？わかんない。いいのかな、合ってるのかな。良さそう。鰹節を取らなきゃ。上にあるんです。ゲットだぜ。カホが機嫌悪かったら、そうだね。でもね、ほうれん草のおひたしが出てきたら機嫌良くなるな、保証できる。それくらい好き。毎日食べたいくらい。鰹節多いかな。ちょっと食べちゃうね。これだ。醤油が強い。醤油捨てよう。うん、これぐらいでいいかも。鰹節がちょっとうるさい。止めるのが。おいしい。おいしいよ。ということで、じゃん。次はお魚さん。予約そうです。おまぐろさんの出番が出ます。来ました。おまぐろさん、おまぐろさんよ、おまぐろさん。イエーイ。油っていると思います？いった。そうです。少量はいる。少なめにして。あー、私少なめができない。たくさん入っちゃう。キッチンペーパーでくるくるってやるね。よし。そう。
入れますね。お魚くわえたさとかほ追っかけてピー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 裸足でかけてくよーきーなしだゆき。おいしそう。おいしそうだ。飛ぶ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 。飛んできた。飛ぶ飛ぶ。おあっちっちっち、美味しそう。美味しそうだ。イエーイ。こっちに集中すると何も喋らなくなっちゃうからごめんね。無言だったら察してください。あってよーし。安全第一。剣とは常に隣り合わせだと思ってた方がいいです。イエーイ。熱っ。大変。絶対マグロ焼いた方が美味しいと思うんだ。匂いがもう半端ない、いい匂い。よっしゃー。ちょっとここ怖いから捨てようか。じゃーん、見て肉みたい。加湿器つけよう。じゃあ換気扇何回やるんだろうこれ。換気扇だ。イエーイ、終わった。ここで食べよう。ちょうど55分になったら聞いてみますね。あ、一回見る？じゃん、こっちがほうれん草のおひたしです。イエーイ。こっちはお魚、ちょっと見栄えが良くないね。こっちいいから
じゃーん。後ろこうなってる。イエーイ、美味しそう。いただきます。美味しい。ご飯が欲しくなる。おいしい。もうこのこれを考えた人最高だと思う。スクショタイム。エプロン抜いた方がいいか。どうですか？漏れてるやつあったらいただきますね、スクショ。はい、あーん、あーのスクショ、プル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 、いただきます。うん、おいしい。画質が微妙か。それはこっちのあれだ、ごめんね。下手しようし、毎日手に持ってたいぐらい。おいしい。今日の夜ご飯食べて明日の朝食べないっていうのもある。おいしい。こっち食べるね。あー、プル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 。ご飯ちょっと食べたい。食べちゃおう。ランキングも読まないとね。ちょっと待ってね。うわー、無理無理。さ
団子ってこんななるんだパンパンやん。あんま食べちゃダメなのに、食欲には負ける。これぐらいにしとこう。ご飯ランキング読みますね。おいしい。一位ひろともさん、ありがとうございます。二位ぽっぽさん、ありがとうございます。3位先生、ありがとうございます。4位春尾さん、ありがとうございます。5位 J さん、ありがとうございます。6位コットンカラーさん、ありがとうございます。7位オグリチュンさん、ありがとうございます。8位ひろいものさん、ありがとうございます。9位宇治さん、ありがとうございます。10位ゴースさん、ありがとうございます。11位マトリックスさん、ありがとうございます。12位エイトさん、ありがとうございます。13位シエポンさん、ありがとうございます。イエーイ、やった、ありがとうございました。おいしいよ。今日は食べちゃったから、お湯に使って代謝良くなるやつ入れて、入浴剤やろ。美味しかったありがとうございました。最近お腹がね、ちょっとプリプリだから、そう、でも病み上がりだから食べなきゃだけどね。おひたし美味しい。もうすぐ1万人来そうだから、はい、最後に、あプルプルプル、まあ、でもここでプルプルしてたらこういうことになっちゃうから食べれないね。おやすみなさい。Bye-bye.